プロの方にエスプレッソを初めて教わりたいと思います。本当に重い。ドリップの一番美味しい飲み頃とエスプレッソの美味しい飲み頃って全然違うと思うんですよね。そう、そこ聞きたかったんですよ。そうですよね。おお、うまいうまい。深谷の人はこれ3袋ぐらいいくんですよ。ね、もう完全にスイーツだと思います。ここまで言うと、うまっ。これから和真さんも作れるように。これを僕が作れます。作れます。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあどうしましょう。エスプレッソから。はいはい、いきましょう。エスプレッソから。はい、わかりました。美味しかったわ。え、でもこれぐらいほんとすぐ作れるようになるので。いや、お店にいたらもう一杯って言っちゃうと思う。じゃあちょっと簡単に機能を説明させていただくと、はい、まあ、こっち側からこれはスチーマーですね、はい、ミルクをこう温めるためのスチーマーと、うん、あとはまあ抽出する部分、うん、はい、でこのマシーンはこのまあスイッチレバーって言われるもので、はい、ここをこう上に上げれば抽出がスタート。あー、お湯が出てくる。圧力がかかってお湯が出てくる。そうです。で、下げればストップ。ただそれだけです。すごいシンプル、はい、シンプルです。ありがたいです。ですので、もう自分でショットグラスを置いてみたりとか、まあ、こういった電子スケールを置いてここで重さを測りながらこう見たりとかっていうふうなことが絶対必須になってきます。なるほど、はい、で、まあ、あとこっち側はお湯が出るようになってますので。あ、はい、こっちでスチームでお湯じゃなかった、牛乳を温めて、はい、こっちでじゃあアメリカーノとか。ああ、さっきおっしゃった、はい、はい、まあ、カップラーメンも作ろうと思えば作れますけど、あんまりおすすめはしません。あ、お湯はちょっと使いすぎると中の圧力抜けがちになりますので。あ、なるほど、はい、まあ、あと、まあ、紅茶とか、ね、入れるのにはいいぐらいかもしれないですね。なるほど、はい、じゃあ多分最初に、カプチーノからやろうとすると多分ぐちゃぐちゃすると思うので、はい、まずはエスプレッソ。エスプレッソ、わかりました、はい、ちょっとじゃあこう立っていただいてフォルダーをこっち側に外していただいて、はい、はい、おお、結構重いです。重い、はい、うんうん、でそしたら今度レバーを1回上にこう、はい、上げていただいてお湯を流します。はい、で下げていきます。はい、はい、おー、簡単。まあ、今ここのちょっとお掃除と、まあ、ここそうですね、こういう粉が前回の抽出した粉を落としているような感じです。なるほど、はい、この部分ですね。ここにこう1、2、3って感じで1、2、3。そうです、そうです。おー、はい、あー、結構きれいに取れた。はい、そしたらまあどうしてもこれ残ってしまうので、はい、残ったやつはこの、まあ、これ、まあ、乾いたタオルです。はい、なるほど。で、はい、で次ここにやっぱり粉を引いていきますので、はい、中の水分はしっかりと取っておいてあげるっていうような意味合いでの、まあ、乾いたダスターです。わかりました。濡れてるともうそこからは抽出が始まっちゃうみたいな、そんな感じです。まさにおっしゃる通りです。はい、押すと始まる。押すと始まります。離して大丈夫なんですか。離して大丈夫です。一回ポンと押すだけで大丈夫です。ポン、おお。じゃあちょっとだけこう揺らしてあげて、はい、崩してあげてもう一回いきましょう。はい、はい、おー、あー、燃えた。大丈夫です、大丈夫です、はい、じゃあこれをポンと上に置いていただいて、で、まあ、イメージ時計回りに1、2、3と1、2、3、はい、で、外していただいて、外していただいて、おー、きれい、おー、きれい、はい、そしたらきれいに、すごい、もう鳴らされている状態に、はい、これがレベリング。レベリング、はい、はい、じゃあ次、まあ、タンピングを行うんですけども、はい、はい、まあ、従来のですね、はい、タンピングっていうのはこういったタンパーを使ってました。これは知ってます、はい、はい、でこういったタンパーって、はい、やっぱり押すときに傾いちゃったりとか、あ、はい、あとスタッフがたくさんいらっしゃるお店だとそれぞれ押す力が違ったりするんですけども、ど、まあ、今はこういうそういう心配がない、まあ、こういった、うん、これってもうここまで押せばいいみたいな感じで、あー、なるほど。要はそうなんですよ。基本的にもうしっかり押し切れればオッケーっていう。めっちゃ便利。あ、そこすごい気になってたんですよ。タンピングってすごい調節が難しいって聞くから、はいはい、そこが腕なのかなって思ったんですけど、今はこんな便利なツールがあるんですね。そうなんです。はい、もうバリスタとしてはあんまり技術が必要なくなっちゃったといえば、あ、まあ、はい、なくなっちゃった部分には、賞は上がったりな感じですか。そうですね、教えることが最近少なくなってきました、レベリングを。なるほど、はい、じゃあこれで置いていただいて、結構重いですね。これを、はい、置いて、でしっかりとこう上からギュッとギュッと、はい、ギュッ、オッケーです、はい、はい、でそのまま外していただいて、おー、はい、綺麗、もう綺麗ですよね。そしたらこの端っこに粉が残っていると、まあ、中でマシンにくっついちゃいますので、はい、まあ、ちょっと今度は上に持ってきていただいて、しっかりと払い落としていただく、はい、ではですね、ここ
からもういよいよ抽出なんですけども、はい、エスプレッソはもう入れた瞬間即時抽出って言われるぐらいなので、はい、入れた瞬間にすぐにこれをパンって上に跳ね上げていただいて、でこの電子スケールで 40g をゴールと、 40g ゴール、はい、はい、ですのでイメージ 36g ぐらいになったら下げていただく、そうするとちょうどいいぐらいで止まります。わかりました。はい、じゃあ時間との勝負です。時間との勝負です、はい、こう入れて、そうですね、ちなみに右利き、左利きでよろしいですか。あ、左利き、右利きです。右利きじゃあ、最初慣れないうちは多分利き手で入れられた方が、はい、まあ、8時の方向ぐらいか、時計で言いますと。わかりました、はい、入れていただいて、あ、そうです、じゃあすぐに、はい、じゃあちょっとこれ私聞きますね、これだけは、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこれが36ぐらいになれば、はい、止めていただいて。わかりました。おー、で取る。人生初エスプレッソ。下げるんですよね。はい。一番下まで。OK します。完璧じゃないでしょうか。はい。はい。ちょうど40ですね。いい感じ。いい感じです。はい。ちょっとじゃあ飲んでみられますか。はい。はい。ぜひ。はい。じゃあいただきます。はい。でですね、エスプレッソを飲んでいただくとき、はい、おすすめとしましては。はい。上のやっぱりクレマがどうしてもこうビターとか強いので、はい、ちょっとクレマと下の液体を混ぜてから飲むのが個人的にはおすすめです。そうなんですね、はい、3回ぐらいこうちょっと混ぜていただいて、はい、分かりました、はい、ビールみたいにこう浮かせとくわけじゃないんですね。あれ、まあ、それもありではあるかもしれないですね、はい、でもその混ぜていただいた方が味がこう分かりやすくなります。なるほど、はい、もう混ざった。こんなもんで大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、おお、おお、うまい、うまい、ちょっと今噛み締めてます。いい感じで飲んでいただいて本当に嬉しいです、ね、初の、うん。すごい簡単って言っていいのか分かんないですけど、はい、やることとしてはシンプルでしたね、すごく。あの、まあ、レシピがあればある程度簡単にできるのと、うんうん、あとやっぱこの2つっていうのがすごい大きいですよね、うんうん、やっぱりこう今までバリスタにとってこうレベリングであったりとかタイピングっていうのはやっぱりちょっと技術として一つ難しいところだったんですけども、はい、まあ、このツールがあることで、まあ、これ良くも悪くもです、うんうん、まあ、あの簡単にこうできちゃうっていうのはありますね。ご家庭派からしたらありがたいですね。ありがたいですね、はい、そんな毎日毎日修行するわけじゃないからそうです、そうです。気軽に楽しむ分にはすごくいいと思いますね、うんうんうん、お世話になりますこれ。そしたら次ミルクもスチームさせてもらって大丈夫ですか。わかりました、はい、ではちょっとここからはですね、あの、まあ、私もできるんですけども、はい、弊社はちょっともっとあのミルクの魔術師って呼ばれる魔術師が、はい、まあ、ちょっとあの賞を取ってるスタッフがいるものですので、せっかくなのでちょっと彼にここからはバトンタッチして、はい、あのお伝えさせていただければと思います。じゃあお願いします、はい、ちょっと私は魔術師いきたいと思います、はいはい、それではラテアートの魔術師お願いします。はい、よろしくお願いします。白石さんです。白石です。よろしくお願いします。お願いします。はい、